ゴールキーパーは一森、ディフェンスは右から福岡、三浦、長谷、黒川、ダブルボランチ、今日はダワンと鈴木です。右に坂井や左に長沼、そして堀米トップ下、マルセロ・ヒアンと富樫の2トップを予想しています。坂井や選手はアカデミーでもいろんなポジションを任せられるプレイヤーです。前半の45分スタート、ガンバグキックオフで始まりました。三浦が前線長いボール、ここはウェルトンを狙いました。アカデミー出身、まあ、U15 では全日本で優勝もしているというプレイヤーです。宇佐美に入りました。宇佐美からワントラップしてうまくかわしてシュートまではいけるか、押し込んだ。しかし最後までここは坂本のプレーでしたが、ここも中央、鈴木徳真、宇佐美、宇佐美が入れていく、よく触ったパクイルギュ。倉田選手が、うん、開いたり中に入ったり、はい、捕まえづらい。ここいいところ受けた坂本だ。パスを受けて倉田、倉田のシュート、パクイルギュ選手いいポジション取ってますよね、はい、今度はインスイングです。宇佐美、先ほどは三浦とドンピシャでした。ごめんなさい三浦。福岡選手ですね、はい、高さありましたし、はい、ニアでしっかりと合わせた、そうですね、トスのビルドアップとしたら、はい、ここはチャンスになるか。サイドを変えて長沼へ、長沼中央、中央突破、シュート、中央突破からシュートを放しました長沼です。マルセロ・ヒアン浮かしたヘディングシュート、長沼ヘディングで押し込みました。昨シーズン2桁ゴールの長沼、今シーズンの初ゴールを決めました。こぼれ球、これは入っているのか入っていないのか、あ、入っているか、入っているという判定か。1対1、追いついたかガンバ。今このゴール確認の、ね、VTR 映像も映されまして、ガンバサポーターが大きく喜んでいるところ、坂本がゴールを決めて1対1での折り返しということになりました。終了間際、ちょっとこれ、この終了間際のゴールは、まあ、トスとしては点を取られたのリバウンドメンタリティというのは今年一つ課題になってますからね。後半の45分スタートです。トスのキックオフでゲームがスタートしました。右エンドガンバ、左エンドがトスです。そういう意味である程度こう様子を見ながらまたエンジンをかけ直したいガンバです。坂本のパス、中央、ウェルトン倒れた、どうか、レッドカード、これはドグソー、レッドカード、一発退場になりました。ウェルトン選手早いですよね。そうですね、またこの前に、これはフリーキック、 PK ではなくフリーキックです。ペナルティエリア内のファールではない。先ほどはちょっと守備の形もあり、マルセル・ヒアンが2列目で富樫が先頭にいましたが、今またそれは入れ替わりました。さあ深いところ、折り返して坂本、今日2点目になりました坂本のゴール、2対1勝ち越しガンバ。しかしオフサイドフラッグ上がっています。楽しかったですね、はい、このニアに入るんじゃなく止まることによって自分のスペースを確保したからのシュートだったんですけども、はい、ここのアンツのところがオフサイドでしたよね。ここをしっかり富山選手も見れていたので、まあ、少し出ていた。そしてチェックオーバー、拾う宇佐美、逆サイド2人います。ジェバリ落として三浦、三浦のゴール、劇的なゴールでした。勝ち点3を取り切りました。